はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、格闘家兼 YouTuber のですね、朝倉海さんですね。まあ、朝倉みくるさんの弟なんですけども、まあ、この方がですね、登録者数が現在99万6千人か7千人くらいいっていてですね、登録者100万人を目指すっていうですね、耐久生配信をですね、行ったんですね。はい。にもかかわらずですね、なんとですね、生配信が解除祭りとなってしまって、逆にいろんな人たちがですね、YouTube チャンネルを解除しまくってですね、登録者数が減るっていう異例な事態に終わったんですね。で、結局そのまま生配信は終わっていって、最終的にその動画自体も非公開にしてしまうということが起きたんですね。今回の動画はですね、なぜそんなことになってしまったのかっていうその原因、そしてそれから見えてくるですね、朝倉海選手のですね、この考えの浅さとは何なのか、そして最後にですね、今回の件に対してですね、あの有吉弘行さんがですね、朝倉さんのですね、悪い部分に対してですね、ダメ出しをしたんですね。そのダメ出しの説得力があるのかといったですね、まあその辺に関してですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、最近YouTuber の人がですね、残りですね、まあ何千人とか行った時にですね、生配信で登録者数がこんだけ行くまでやめませんよっていうのをね、すごくよくやるんですよね。うん。まあ最近で言うと、ヒカキンさんがなんか1000万人行くまでみたいなことやってましたよね。うん。だから言ってみたら、こう、YouTuber 業界では、もはやあるあるみたいなね、なんか一つの行事みたいにね、なってるんでしょうね。きっとこうしてもらえると再生数も登録者数も伸びやすいっていうデータがちゃんと出てるわけなんですね。でですね、この度ですね、朝倉海選手がですね、まあ、登録者数現在99万人で、あと数千人の中でですね、まあ言ってみたらですね、耐久生配信をですね、行ったっていうわけなんですよ。はい。でですね、今回ですね、朝倉さんはですね、残り数千人まで行ってたんですね。で、その段階で2021年の9月11日にですね、ライブ配信を実施したわけですよ。はい。にもかかわらずですよ、じゃあこれって普通に考えたら絶対行くじゃないですか。ね。にもかかわらず逆に登録解除しようぜっていう人たちが殺到してですね、登録者数が減っちゃったんですね。じゃあこれなんでかっていうと、ですね、話なんですけども、要はですね、ただただ生配信してるだけだったんですね。そこに企画性が何も用意されていなかったっていうことなんですよ。はい。まあ、例えばなんですけども、YouTuber の人がですね、登録者数があと何人いくまで生配信しますってことやってる時っていうのは、何万人いくまでこれこれを続けますとか、ね、これこれをやめれませんみたいな、自分たちにそういう枷をつけたりだったりとかして、企画的なね、要素をそこに盛り込むわけなんですね。はい。まあ、ただ、その朝倉選手が何をしてたかっていうと、結局ですね、チャンネルのメンバーたち、まあ、裏方の人たちですかね、その人たちとですね、ただただ楽しくトークしているだけなんですよ。はい。だから、登録者数100万人いくまでね、生配信続けます風になってね、どんなね動画やってるんだろうってカチッてクリックしてみたら、朝倉選手が他の人たちをだからさあれじゃねえってベラ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 喋ってるだけで、このね喋ってるトークがね、100万人いくまで止まりませんよ、終わりませんよって話なわけじゃないですか。うん。いや、それの何が面白いのっていうね、話なわけで、はい。やっぱりその仲いいメンバーだったら、いくらでも喋れんだろうって話なわけですからね、はい。で、さらにですね、そこに対して批判のコメントがどんどん飛び出しておきたわけですよ。例えばなんですけども、ただ身内でダベってるだけとかですね、コメントが全然呼ばれないとか、スパチャこれ投げ銭ですね、スパチャにお礼をしない、質問にまとめもに答えてくれないといった声が飛び交ったっていうね、話なんですね、はい。で、ちなみにこのコメントが読まれない、スパチャにお礼をしない、質問をまともに答えてくれないっていうのはですね、これ生配信では致命的なんですよね、結局。はい。というのは何かっていうと、生配信って何がいいかっていうと、ファンの人たちとですね、リアルタイムでですね、まあ言ってみたらそのコミュニケーションが取れるっていう部分なわけですよ。はい。まあだからファンの人たちは自分の質問が読んでもらいたいし、そのためだったらね、投げ銭をしたりとかそういうことをするわけですよ。はい。にもかかわらず、そういった部分を一切相手にしないってなると、生配信にする意味あったっていう話なんですよね。ただ、このメンバーが話してるっていうですね、トーク動画を投稿したのと、これ意味一緒になっちゃわないっていうね、話なんですよ。なんですよ。うん。でですね、そんな中ですね、朝倉みくるさんですね、お兄さんから電話があったんですね、配信中に。はい。でですね、ライブ初めて見させてもらったんだけどさ、そもそも企画力なさすぎじゃね？トークしたままじゃ絶対にいかん。何か企画しないと、そんなん、視聴者は見たくないやん。あと視聴者からのコメント読んだ方がいいよ、もっとというふうにですね。はい。まあ、実にですね、まあ、実にですね、的を得たですね、そういった指摘が来たっていう感じなんですね。はい。で、最終的にですね、そんなガチのダメ出しを受けてですね、すごくクライムムードになって、そのまま生配信は終わっていったっていうわけなんですね。まあ、打ち切りになってしまったって話なんですよ。で、さらに言うとですね、朝倉選手は今回の件をですね、アーカイブ化せずにですね、まあ、動画非公開にしてしまったっていうことなんですね。はい。っていうわけでですね、結構いろんなですね、YouTuber の方がこの方に件について批判をしたりとか、まあ、しているわけなんですよ。うん。
はい。まあ確かにね、結構その 朝倉選手からしてみるとですね、なんかすごく視聴者を舐めた行動をしてしまったなっていうのはすごくあるのかもしれませんね。まあとにかく生配信の時はさえしとけばですね、みんな登録するんだろうっていうですね、そういうなんでしょう。まあ見てる人たち視聴者を舐めたと言いますか。うん。まあなかなかですね、下に見たような発言、行動があったためにこういうことになったんじゃないかなって思いますね。うん。まあもちろんですね、朝倉選手は別にそんなこと思ってないっていうのかもしれませんけど、まあ行動がそういうふうに示しちゃってるわけですから、まあこればっかりはですね、ちょっと言い訳聞かないかなっていう気はします。ね、はい。で、ちなみにですね、今回の件について、有吉さんがダメ出しをしたんですね。で、そのダメ出しがですね、めちゃくちゃ的確だったんですよ。はい。じゃあ、有吉さん、なんて言ったのかって話なんですけども、まあ、そもそも有吉さんって格闘技とか大好きなんですね。プロレスだったりとか好きなんで、だから当然、朝倉、兄弟のことは知ってるわけですよ。うん。でですね、有吉さんが何て言ったかっていうとですね、まあ大変だけど、これも貴重な回ではあるからな、それはそれで面白いと思うけどな、でもキャラクターもあるんだろうな、朝倉海っていう人の、あんまり負け顔を晒してる場合じゃないってことなんじゃない？でもそれはそれで可愛いと思うけどな、いずれ100万人行くと思うし、というふうにですね、まあこのような発言をしたんですね。はい。でですね、僕はこの有吉さんの発言の中で、特にこの部分がすごい気になったんですけども、あんまり負け顔を晒している場合じゃないっていうこと、ことがあるんじゃないっていうですね、ここなんですね。はい。つまりどういうことかっていうと、要は、有吉さん的に気になった分は、その、今回ね、まあ、言ってみたら生配信をですね、まあ、失敗してしまったわけですけども、それをですね、そのアーカイブを残さなかった部分っていうのに、有吉さんはすごい気になってると思うんですよ。はい。で、結局これってやっぱり芸人さん的なですね、見方もあるんじゃないかと思うんですね。はい。というのはですね、まあそもそもなんですけど、芸人さんって何がいいかっていうと、失敗したとしてもそれが笑いになるんですよね。はい。芸人さんの失敗談、芸人さんが一生懸命頑張ったんだけど、結局うまくできなかったりだったりとか、そのね、あと人間的に性格が悪い部分だったりとか、人に失礼を働いてしまったとか、そういう部分って人からいじられてすごい笑いになるじゃないですか。一つの魅力になるんですよね。はい。だからそれでいくと、朝倉選手もですね、今回失敗してしまったかもしれませんけども、それをアーカイブとかで残すことによって、それがまあいじられる要素っていうんですか、なんか朝倉選手の可愛らしいと言いますかね、バカだなこいつみたいな感じでみんなから愛される要素になる可能性があったわけじゃないですかね。にもかかわらず朝倉選手はそのアーカイブを消しちゃったんですよね。つまりみんなからいじられることを拒否したわけなんですよ。負け顔を見せなくなかったんですよ。でそれって結局何かっていうとプライドの高さなんですよね。はい。ただ今回の件ってどう考えたって朝倉選手に非があるし、いじられてもしょうがないことじゃないですか。にもかかわらずいじられないようにするっていうですね、選択肢を取っちゃったわけなんですよ。だからこれってある種やってることって芸人のナダルさんとかと似てるんですよね。例えばナダルさんってあのいじられキャラじゃないですか。どう考えたって人として隙があるし、いじられてもしょうがないこといっぱいしますよね。にもかかわらずナダルさんって絶対にいじられたくないって強いプライドがあるじゃないですか。だから自分がした失敗談とかをマジでひた隠しにしたりとかするんですよね。だから朝倉海選手もですね、まあ言ってみたらそのナダルさんと共通する部分があるっていうかマインドとして、うん、自分が明らかにいじられるようないじられる側であるような行動をしてしまったにもかかわらず、それを一切いじらせないようにですね、アーカイブをですね消しちゃったりとか非公開にしたりとかしてるわけですよ。うん、で一切みんながいじれない状況を作ってしまってみんなの中でこうモヤモヤを残すみたいなね、はい、っていう状況にしたわけですよね。だからこれはねやっぱりちょっと格好悪いかなっていう風に、うん、僕自身は思いますね。うん、まあもちろんね、僕は格好つけるのって人間としてすごい大事なことだし、いいことではあると思うんですけど、それは本当に格好いい人間が格好つけてる分にはいいと思うんですよ。でも、本来その格好悪いことをしてしまった人が、なかったことのようにして格好つけてる姿っていうのは逆に格好悪かったりとかしますよね。はい。だから僕としてはですね、朝倉選手も今回の件をですね、じゃあ別の動画で例えば自分たち自らいじるみたいなね、もしくは、お兄ちゃんである朝倉未来選手からめちゃくちゃいじられる動画を作るとか、そういう風に自分の巻き感を見して、これを面白い話に転換できるような面白い動画の一つのネタにできるようなそういう企画をしていくべきなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい。何にせよ高いプライドで全部隠してる場合じゃねえんじゃねえのっていうのは、うん、僕としてすごく思いましたがね。はい。というわけですね、今日はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。